はい、どうも池です。今日は近日行われる予定のザ・ラストロックスターズのライブの座席についての話をしていきたいと思います。はい、というわけで、11月21、22、23の3日間連続で、有明アリーナで行われるザ・ラストロックスターズの座席に関してなんですけど、今回、結構、まあ前回の時もそうだったと思うんですけど、結構チケットがね、出回ってるっぽいんですよ。いろいろサイトとか見てるとかなりの数が出ていて、でもう座席がある程度書いてあるんで、もう座席というか、まあステージ構成が分かりましたので、どんな座席になっているのか、どんな構成になっているのかをちょっとご紹介したいと思います。はい、で今もう映ってると思うんですけど、有明アリーナの座席表がこちらです。で、まあ、通常だと、まあ、左側右側どっち側もしくは上下どこがステージが作られるかっていうのは、まあなかなか分かりにくい、想像しにくい。まあ他のライブ行ってれば傾向とかある程度分かるかもしれないんですけど、まあ、それが結構分かりにくくて、どの辺の席になるのかな、ステージから見たら自分の席はどうなんだろうとかっていうことが多いと思うんですけど、実際そこの推測ができたので、こちらをご覧ください。はい、というわけでこんな感じです。左側の座席は使われずに、まず、3階席は使われずに、右側の座席が真正面の席で、上下にあるのが、横の席になります。で、左側に赤色で塗ってあるところがステージになって、まあ、その正面がアリーナになりますよという感じです。いろいろチケットサイト見てみると、右側の席のチケットは出回っていたので、もうそこは間違いなく開放される。で、上下も両方とも座席はチケット出回っていたので、まあ、これでほぼ間違いないかなと思います。なので、まあ、3階席の G のチケットを取れば真正面の席に取れるはずです。で、2階席、4階席っていうチケットを持ってる人は、残念ながら左右の席になってしまうので、まあ、座席は近いかもしれないけど、音響に関してはちょっとあんまり良くないかもしれないです。ちょっと僕、有明アリーナ行ったことないので、まあ、そこ自体の音響がどうかっていうのはちょっとわからないので、絶対どうっていうのは言えないですけど、やっぱり比較的どこの会場も真正面にいた方が音は良い傾向にあるので、音のバランスがいいので、左右の。なので、その方が音響的にはいいのかなと。まあ、あとは座席次第、場所次第っていうのがありますけどね。はい。という感じでですね、今回の座席はこんな感じなんですけど、最初の方にも言っている通り、今回チケットが結構出回っているので、実は僕行こうかどうか今まだ悩んでいるんですよね。一応休みは全部取ってるんで、行く準備はできてます。まあ、その前後仕事を入れてるんで、まあ、その辺も含めてどうしようかなーってちょっとのんびり考えているところなんですけど、はい、というわけで、こんな感じで、ザ・ラストロックスターズの有明アリーナ公演、座席ステージ構成はこんな感じになっております。まあ絵はクソ下手ですけど、まあ大体わかりますよね。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。